銀色の円柱がどんどん削られ形を変えていきます。これは一体何を作っているのか分かりますか？実はこれ冷たい日本酒を入れるための鋤なんです。作ったのは名古屋市中川区の熱田企業。金属の加工メーカーですが、鋤を作り上げたのは今年に入ってからのこと。本業はというと、航空機に使われる部品の製造です。特にジュラルミンという合金の加工に精通していて、特筆すべきはその技術力の高さ。例えばこの1円玉と並んだ部品、よく見るととても細かな凹凸があります。この凹凸をスライドさせるとぴったり。その精度は1万分の1ミリにも及びます。お客様からの要求に沿って寸分たがわない精度で金属を削り出して物を作る、68年ぐらいですかね、航空機産業に携わってきております。航空機産業をその技術力で支えてきた熱田企業。しかし今年2月業界にショッキングなニュースが。それは開発中止の判断に至りましたこと、大変残念であります。熱田企業もこの国産ジェットには数点の部品を納入していました。国産ジェットが飛ぶとなってそこに携われるってことはものすごい夢のある話ですし、やっぱり非常に残念なことだな。ただ航空機産業の高い技術力は健在。熱田企業では国産ジェットという形以外でも技術力をアピールしようと新事業を立ち上げました。それがジュラルミンを使った鋤白鋤だったんです。航空機部品の加工は特に高い精度と技術力が求められます。 P2C 分野に進出することで技術力の高さを改めて PR することにつながりますし、社員のモチベーションアップにもつながると思います。白鋤の製造工程を覗いてみると、職人がジュラルミンを機械にセット、飲み口部分をおよそ20分かけて削っていきます。高速回転させて刃を何度も滑らせて成形していきます。出来上がった製品の飲み口をよく見ると薄い。その厚さを測ってみると 0.60 ミリ、クレジットカードよりも薄いんです。この薄さを実現するためには削り方にポイントがあるそう。ポイントの一つとして回転数、一番最適な条件っていうのはなかなか探し出すのは難しい。白鋤はジュラルミンを回転させながら削ります。この時例えば1分間に200回転程度だと摩擦熱で製品の一部が刃に付着するという現象が起こります。これにより刃の形が変わり設計通りに削ることができなくなってしまうんです。回転数を高くすればこうした現象は起きません。しかし回転数が高すぎると刃が当たった時に素材がブレてしまい、綺麗な加工面にはならないのです。早すぎても遅すぎてもいけない。回転数の調整には航空機産業で培ってきた技術力や経験が必要なんです。この極薄の鋤、日本酒のプロはどう評価するのか。
酒師にこの酒器を使って日本酒を飲んでもらいました。口に当てた瞬間がもう本当に何もないみたいな感じ。ストレートに入ってくるので、お酒本来の味が一瞬で口の中に広がっていく、薄さの魅力じゃないかなって思います。こういったものを世の中に出すことで、はい、もっと航空機業界を知っていただけるのかな。また B2C から C2B に戻る、新たな B2B につながるんじゃないかっていうふうにも思ってます。